今日も来たじゃん。来ました、ダイエットダイエット企画、はい、スケートボードで痩せよう、うん、プロテイン持ってきてるから。あのさ、はい、あれハウエイウォッチ持ってなかったっけ。持っているよ。あれつけてスケートボードで実際何カロリー消費するかって測ったらいいんじゃん。忘れた。じゃあ今度持ってきて。はい。アスカがなんか珍しくスケートやる気になってるから、はい、あのスノーボードは普段教えないんだけど、うん、スケートボードは教えようと思う。めっちゃ優しい。優しい。優しいか。優しいかどうかわからんけど、じゃあちょっとね滑ってもらって、はい、あじゃあこれ練習したらいいんじゃないみたいな感じで教えていきますので。はい。じゃあやりましょう。お願いします。はい。うちはね紐ありますから。みんなの味方紐。紐。じゃあちょっとやってよ。どのぐらいできるのか見せて。この前やったからな、ちょっと上手くなっただよ。もう見してよ。いくよ。あ、できなくなって全然上がってこれ。ちょっとできないじゃん。もう一回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 できなくなってるじゃん。いや、多分できる。え？いや、できるよ、多分。消費してるよ。いいよ、燃えてる燃えてる。脂肪が燃えてるよ。いいよ。燃えてる燃えてる。これずっとやるで。有酸素運動。有酸素運動。20分するでよ。あ、20分しよう。その20分してる間に、その意識することを教えてあげるわ。はい。ここにさ。線あるじゃん、うん、あるこの線、はい、この線だけ通るようにやってごらん。どういうこと、どういうこと。まっすぐ行ってまっすぐ戻ってくるって。その線に乗ってまずこの線こっち側に来て、こっち側に来てさ、ああでラインチェンジの方法わかんないでしょ。ああ行けなくなっちゃったんだよ。じゃあラインチェンジの方法教えるわ。はい。まずルールがあるのよ、うん、でラインチェンジっていうのは、まあ、そっち側に行きたいとかこっち側に行きたいってやりたいんだけど、うん、じゃあ今アスカなんでうまくできなかったかって言ったら、うん、向こうに行きたいってなったでしょ、うん、じゃあ向こうに行きたいってこっち向かいます、うん、返されます。そうなんだよ、こっちに行っちゃうのよ。でしょ、うん、だからルールを覚えてほしいのよ、うん、登っていくときはまっすぐにしてほしいの。ほう。だから斜めに行ったら登るときはまっすぐにする。そうするともうラインチェンジでしょ。あ、なるほどね。下るときは斜めでもいいんだけど登るときはまっすぐ。だから下るときに斜めにして登るときにまっすぐにしたらラインチェンジがずっとこうやってできるの。本当だ。でプラスさっき言ってたこの線のところをまっすぐ行き来できるようにする。この練習すごく大事で、うん、でなんで大事かっていうとでかいキッカー怖いでしょ、うん、じゃあなんででかいキッカー怖いかって言ったらでかいから怖いんじゃなくて、うん、このまっすぐがずれてる。なるほど。でもまっすぐ常に行けてればどんなにでかいキッカー飛んでもまっすぐ飛べるの、うん、じゃあ例えば板が1枚分横にずれますっていうのが毎回だったらさ、本当はこう飛びたかったのに、うん、実際はこうなってるじゃん。
でこれ例えばじゃあ 20m のキッカーでこんだけずれてたら、うん、もうめちゃめちゃずれるでしょ。クソ怖いな。でしょ。だからスケートボードでできるだけこの線まっすぐ通り続ける、うん、これが1個やるべきポイントね、パンピングで。でもう1個はここのテール、ノーズとテールあるじゃん、うん、このコーティングに当たらないけど、ウィールね、ウィールが当たらないけどノーズの部分のここはコーティングに達してる、はい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 、っていうのを右も左も同じようにパンピングで調節できるようにしたけど、うん、どのぐらい飛ぶか分かんないってなってるでしょ、キッカー飛ぶとき、うん、じゃあなんで分かんないかって言ったら、どのぐらいのスピードコントロールができるか分からないからだ、うん、だからここでウィールが当たらないけどノーズとテールはその範囲内で収まるパンピングを常にして、このぐらいのスピード感で登れるな、落ちてこれるなっていうスピード感を養うのと、まっすぐ行ってまっすぐ戻るっていうバランスを養うっていう動きを練習するとスノーボードでもめちゃくちゃ役に立つから。じゃあまずはラインチェンジ練習して、それができるようになったらまっすぐ行って高さをキープして、はい、っていう練習をしましょう。はい、じゃあやりましょう。はい、じゃあまずラインチェンジね。でいきなりすごい斜めでやんなくていいから、ちょっとこっち側に来たらまっすぐ、山登るときはまっすぐっていう。ちょっとこれぐらい斜めにしてみるな。そうだね、ちょっと斜めにしといて、ま、うん、っすぐ進んだら、うん、R のところでまっすぐのラインで、まっすぐ、そう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 。おー、でこっちもまっすぐで、つま先つま先で、まっすぐ、そう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 。おー、あーちょっとだけこっち来た、うん、そうそうそう、うん、で戻ってくる時にかかとでまた戻り直してるから、おー、こういう風になってる。こっちにも戻る時もそう、つま先だよね。そこでヒールで、今度つま先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 でまっすぐで、つま先つま先つま先、それかかとな。つま先って何よ。つま先側に倒す。あ、こうな、うん、はいはい、あ、なるほどな、うん、それしかないから、はあはあ、重心移動はスケートボードは関係ないの、はあ、板がこうなってるかこうなってるかだけだ。なるほどな。そう、ちょっと近づいてきたで。じゃあ今度はかかと側の方に行こう。分かった。かかと側にターンしてまっすぐ登る。こんな、そうで、まっすぐで、今度かかとかかとかかとで、まっすぐまっすぐ、そう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 、まっすぐで、かかとかかとで、まっすぐにする。そうそうそう、ほら、向こう側に移動したでしょ。来た。それをパンピングしながらできるようにしてくる。だからまずはスピードをつけて、パンピングで、あ、スピード出たなって思ったら、じゃあつま先側に移動しよう、かかと側に移動しようっていうのをやってみよう。 OK だよ。まずスピード維持しよう。レンチェンジの前にパンピングして、スピードが出てる時にレンチェンジ。じゃあちょっとスピードだ、まっすぐスピード出すな、うん、そう、スピード出してどんどん寄っていくな、うん、でスピードが落ちそうになったらレンチェンジやめてスピードを出すっていう風にしよう。そうそうそう、はい、つま先で、かかとでまっすぐ、そう、はい、つま先でまっすぐ、そう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 、いいよ。で今度かかとでまっすぐ、そう、でかかとでまっすぐ、かかとでまっすぐ、そう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 、おお、いいじゃん、イエーイ、いいね、できてや、できてるだよ、やった、完璧です。ちゃんとはさっき言ってたそのレーンチェンジができるようになったから、うん、このラインをまっすぐ行ったり来たりして、はい、できるだけずれないようにした。OK です。これはね、こっち側から撮ってたら分かりやすい。はい、よし、ここからまっすぐ行くぞ。うん。結構難しいでしょう。あー、なんか遅い。スピード出なくなっちゃった。ふにゃふにゃする。
するな。だからそんだけスノーボードもふにゃふにゃしてんの。でふにゃふにゃしてないと思ってるのはエッジを立ててレールに乗ってるからふにゃふにゃしてないだけで、でも曲がっちゃってる。なるほど。重心がすごい移動してて、いい時と悪い時を繰り返しながら飛んだりとかターンしたりとかしてるから、常に板がフラットでまっすぐ滑れる状態にしとけば、うん、いろんなことやりやすくなる。そっか、エッジないもんな。そうこれな。ウィールが当たったでしょ。当たった。そう、それ当たらないように、でもノーズとテールは、うん、このコーピングのところを超えるようにやる。これぐらいな。そう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 。あー、まっすぐ難しい。難しいでしょ。すごいフラフラしてきた。これ、もっと難しくする方法あって、うん、膝をめっちゃ曲げるの。どこで？ずっと曲げる。そう、ポジションを低くした状態でやるとめっちゃ難しいでしょ、ほら。めっちゃ難しいでしょ。難しいだよ。でもさ、考えてほしいのよ、うん、キッカー飛ぶときそういう姿勢じゃない？そうだな。でしょ？なのにそのまっすぐできてないよ。だからストレートエアとかが難しいわけ。なるほど。あー、めっちゃキッカーに見えてきた。でしょ、うん、同じだからこれ。キッカー飛ぶみたいな感じ、うん、あ、キッカーやわ。そうだからジブ怖いんだよね。うん、だってこんなにさ、グラグラしてたらさ、あの細いレールに入るのめっちゃ難しいに決まってるじゃん。うん、そうだから膝曲げてこのまっすぐ滑れるようにするっていう練習大事なんだ。ツル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 。でめっちゃ疲れるでしょ。結構疲れるだよ。だ、膝伸ばすバージョンと膝曲げるバージョンを交互に練習したりとかすると、この練習はねすごいいいから、はい、全部が楽になる。だってジャンプして着地した時もそうなるでしょ。膝曲げて着地するじゃん、うん、その時にさ、まっすぐ進めなかったらどっちかにずれてる状態じゃないと着地できなくなっちゃう。そう、だからできるだけ真ん中でやってヒールにもいけるし塔にもいけるっていうポジションで滑れるようにして。ちょっと息切れが。ちょっと休憩しよう。疲れた。ね、アスカも苦手なこの練習、皆さんやってみてください。はい。ぜひ。